はい、どうもこんにちは。丸袖空っぱさんね、さっきまでね砂に潜ってね全然餌食べる素振り見せなかったんですけど、今なんか見たら砂から出ててスルメあげたらね普通に食べてましたなんでね丸袖空っぱさんやっぱね恥ずかしがり屋ですね。人が見てる時はねちょっと食べないね可能性がありますね。なんか食べ終わったみたいですね。多分ね後ろにねもう一個ね、あ見えますかね、あそこに後ろにねスルメがあるんですよね。あれに多分気づくと思います。そのうちなんかいい匂いするなと思ってね今ね左右にダンスしてますけどね。だんだんスルメに近づいてきましたね。ここですよ。行き過ぎですよ。そっち戻ってきてください。なんか潜りそうですね。潜りそうだな。そうじゃないですか。そう。こっち。こっち来てください。潜っちゃうな。潜っちゃいましたね。まだね、スルメさん、ここに1個あるんですけどね。多分気づいたらね、食べると思うんでね。このままにして、またね、朝、スルメがね、残ってるかどうかね、見ようと思います。よかったですね。食べてくれましたね。ようやくねなんかね丸袖空っぱさんのねあの生態が分かってきましたね。目の前で食べる時もあれば、まあ10回あげて5回ないぐらいですかね。5回弱ぐらい、それ以外はだいたい見てない時に食べるということが分かってきました。そんな感じです。こっちはねメスの空っぱさんね、メガネ空っぱさんいます